はい、皆さんこんにちは。斉藤明でございます。実は今月に入りましてね、盛岡市内のバーで働くことになりました。でね、実はその盛岡の街中で、明日ですか、お月見はしご酒祭りっていうのが行われます。僕の働いているバーでもね、そのお祭りに参加することになりました。まあその乗船というわけではありませんが、まあ、僕のフェイバリットカクテルを自分で作ってみようということで、用意いたしました。はい。南アルプス天然水のジンジャー無糖と、それから菊水の船口ございます。はい、グラスには氷を入れてますね。というわけで、ではこれをまずお酒を入れてみました。でこれにでもスパークリングジンジャーを入れてと。で最後レモン果汁をちょん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 、それではい、これで これでもうできちゃいました。まあ、無糖ジンジャーなんで、そんな甘くはないですけどね。まあ、僕が好きなバックスタイルっていうのはね、ラムとジンジャー油のラムバックですね。まあ、もちろんウォッカバックとかジンバック、それからテキーラのバックスタイルとかもあるわけですけど、まあよかったら皆さんもね、盛岡のバーとかそういうところでハイボールもいいですけど、たまにはバックとかトニックも注文してはいかがでしょうか。それでは明日お月見はしご酒祭り、お待ちしております。